石垣島沖にて、中国漁船が転覆もしやと、ニュースが入ってきました。だが、この報道をしているのは、ほとんど見ていません。では今回は、もう少し詳しく見ていきますね。恋か偶然か、冗談では、すまない状況が来ています。2021年3月2日に発生した沖縄県の石垣島北方約 330km 海域での中国船籍の漁船の転覆事故について日本の海上保安庁は翌3日をもって捜索活動を打ち切ったことが報じられた。この海難事故はおよそ100トンほどで乗組員10名を乗せていたとされる。中国の漁船が転覆、乗組員らが漂流してしまったもので、現場に急行した。海上保安庁の固定翼機も、8名の漂流を確認していた。海上保安庁では、この乗組員の救助に向けて、巡視船、レブンなどの複数の、艦艇を向かわせたものの、実際の救助には至らず、中国の漁船が、5名の乗組員を救助しただけに止まったようだ。海上保安庁が捜索を打ち切って、以後も、中国の漁船等を中心とした捜索は、依然として継続されるものと予期されているが、海域が石垣島沖という、中国の圧力が増している場所だけに注目が集まった。日本のインターネット上では、今回の海難事故に際して、その中国側の主たる救助活動を担ったのが、同じ中国の漁船という部分に着目し、中国海峡局の存在が希薄なことへの疑問が囁かれている。確かに、日本の海上保安庁に相当する中国側の組織といえば、中国海峡局であるため、同局の艦艇が尖閣諸島周辺の日本の領海内に侵入する行為を繰り返していることを鑑みれば、確かに奇異に感じられる。個人的にも、自国民の海難事故への救助よりも、尖閣諸島は、自国の固有の領土だと主張する政府の意向を知らしめる活動を主にしているように映り、海上保安庁とは全く異質の存在に見える。中国海峡局といえば、この前月の2月15日から16日の2日間にわたって、合計4隻もの艦艇を尖閣諸島近海の日本の領海内に侵入させ日本の漁船を追尾させるなどしており、そうした行動に対しては迅速だ。これら中国海峡局の4隻の艦艇は、当然、いずれも下方等の兵装を備えているが、くしくも、この2月1日から改正された海峡局法によって、それらの武器使用の基準が引き下げられたことが、懸念されている。このため、日本政府側では、警戒を強めると同時に、これに対処する政治判断を、下し、海上保安庁法における、相手側への危害を目的とした射撃の要件を緩和する解釈を行うことにつながっているのだ。今回の政治的な解釈は海上保安庁のみならず、海上自衛隊の、活動上においても、同様と見さすことが表明されているが、現行法の枠内での解釈に止めていることが、2組織にとっていいことなのかの判断は難しい。中国側が尖閣諸島に向けて実施してくる公算が大きいと考えられているのは、民間の漁船に見せかけて、武装民兵を乗せたそれらで、
同諸島内に上陸を果たし、その保護を名目に中国海峡局島を送り込むシナリオだ。こうしたシナリオの実行に向けて、内的には海峡局法の改定を行い、外的には日本側の海上保安庁をはじめとする組織の出方を事あるごとに観察する方向で動いてきていると見る向きも多い。中国は尖閣諸島だけではなく、台湾や南シナ海の領有をもすでに公言して、はばからず、いずれも近年の圧倒的速度での軍備の増強によって実際の武力行使をかつてないほどに匂わせ始めている状態だと思える。海上保安庁の区分では、尖閣諸島は第11管区海上保安本部が管轄しているが、同管区は組織上において最大規模を占めており、中国海峡局をはじめとする勢力と最前線で対峙する上に、台風等の災害も多発する海域だ。それでも2012年に尖閣諸島を日本政府が国有化するまでは予算上の制約もあって、他の管区からの艦艇を含む支援下で任務を遂行する体制を言っており、拡充が始まったのはここ数年の傾向だと言える。第11管区海上保安本部は2013まで波沖縄の那覇や西方海域を担当する。那覇海上保安本部を独立させ、ようやくそれ以後から尖閣諸島の警備を中心に任務遂行を行う組織へと改変された状態である。これは同年1月の閣議によって示された方向性であり、ここで補正予算によってヘリコプター搭載型巡視船2隻を他管区より移管すること、国頭型巡視船の10隻追加建造が決定されるなど、大幅な増強が図られた。ここで決定された国が頭型巡視船4番艦竹富は、2014年9月26日、12番艦アグニと13番艦イゼナは、2016年2月24日とほぼ1年半の日数で10隻が就役し、巡視船12隻体制が完成している。この建造速度は、海上自衛隊の護衛艦等の水上戦闘艦と比較すれば実に驚異的なスピードであり、さらにこのうちの6隻を三菱重工業の下関造船所が建造している事実は特筆に値するものではないだろうか。国頭型巡視船は排水量が約1700トン、全長 96.6メートル、全幅 11.5 メートルの艦隊に乗員約42名を定数としているが、この時の連続建造では1隻あたり57億円の費用で抑えられている。はためには42名 ×10 隻で少なくとも420名以上の乗組員を調達する必要が生じたことに対し、それに対応してその確保を成し遂げている点にも驚きを禁じ得ない。